まあ本当に5月もですね目,が目まぐるしく、えー、あなた自身の内側も、えー、取り巻く環境もですねシフトシフトシフトが起きてたのではないでしょうかまさ,にまさに私、今振り返ってみてもですね5月の初旬は本当にもうデトックスクリアリングあたくさんの断捨離をね やっぱり内側の断捨離と肉体レベルの断捨離が起こってたなって思っています。そしてこの宇宙連合からのメッセージとしてはですね、本当にこれから向かっていくあなた自身が向かう方向に関してですね、このやってくる5月20日の新月も一つのターニングポイントですね。一つは地に足をつけていくということをすごく聞いているんですね。それに対してですね、まあ、この 新月からのですね、えー、1週間、えー、このやっておくことっていうことですね、えー、宇宙連合からのね本当に祝福と後押しを受け取りたい方はぜひ最後までご覧くださいではどうぞこんにちは 穴口恵子のハッピースピアライフにようこそようこそ。えー、もう本当にですね、この、えー、ほぼですねあと、えー、10日ちょっとでね、えー、この5月が終わるわけなんですけれども、私にとってはこの5月は本当に、えー、ジャンプシフト、ジャンプシフトしたなって感じます。要は、えー、通常のシフト以上にですね、もう変化変容がググ,グってこう 最高の方向へと向かっているっていう感じがすごくしてるんですがあなたはどうでしょうかはいえもう本当に今今日ね、えー、宇宙連合の光の最高評議会の中で9次元のアルクトゥルスの評議会が メンバーにいるんですけれどもその九次元のアルクトゥウルスが皆さんにこの、えー、新月とともにあなた自身がやはり向かっていく方向というものがちゃんとね定まればいいねっていうことを、えー、お知らせに来ていますのでそれについてチャネルリングをしながら皆さんがこの新月を機にですね、えー、また満月に向かいそしてひいては にに向かっってていいいいく流れに、ね、乗たただきたいなと思いますのでぜひ最後まで、えー、実際にご視聴いただけたら嬉しいなと思います。まずアルクチュールスの光の最高評議会はこんな風に伝わってきました、はい。あなたという存在の無限大の豊かさというものにアクセスするようなタイミングであることに気づいてください。あなたはすでに必要なタイミングで必要なだけのえー デトックスまあ要は大浄化というものが、えー、行われたのが5月の、えー、上旬に起きていましたがどんな、えー、断捨離をしましたか？もうもちろんのこと、えーえー、断捨離というものは、えー 日常的に毎日のようにやっているようなこともあることに気づいていませんかあなた自身がもう不要なものはどんどんとあなたの思考からあなたの、えー、感情レベルからあなたの、えー、肉体レベルから排出物のように排出されているのを私たちは目撃しています。えー、あなたという存在の偉大さにもう少し、えーえー、関与してみてください。あなたは、えー、自然に えー、あなたの、えー、本来の向かっていく方向にと、えー、あなたの魂が導いているということを、えー、お知らせに来ました、えー、どうかその魂の導きによってあなたが、えー、もう不要なもの、えー、不,不,不必要な人間関係から自由になっていくということの、えー、現れ、兆しというものに気づいていないでしょうか そしても,もちろんのことそれはあなたの内側に意識を向けた時に完全に完全にあ私はもう、えー、十分この関係性で、えー、こうお互いが、えー、学び合ったあるいはえつ、ー、つけ合ったというような言葉でも表されるかもしれませんがどうかこの、えー、あらゆる人間関係が、えー、このタイミングでえー ごろりと変わるような、えー、出来事が、えー、起こっているということに気づきそしてまたそれはネガティブな出来事として捉,う捉えることなくより、えー、あなたも相手も、えー、進化の波に乗っていくために起きているのだということが、えー、それが、えー、あなた方の偉大な存在の真実であるということなのですがどうでしょうかあなたはそれを、えー、ハートをオープンにしてそれが真実だと受け取れるかどうかに限って、えー、分かることがあります。 あうん、でそしてちょっとストップしてもらってるんですけどこれってやっぱり、ね、自分が本当に大事にしたい人間関係だと思いながらも結果的にはこの残念なことになっていくということもあったかもしれませんがその残念なことではなくてこういうことですよねあお互いに違った出会いのチャンスが来ているということに向けて動き始めたからこそ えー、お別れであったりとか、えー、だんだんこう合、えー、わなくなっていくとか、えー、関心がなくなっていくというようなことが起きるそうなんですね。す、ま、で、あ、にもう起きた方もいいるようなことを言っていますでは引き続きアルクトゥースの、えー、この、えー、クジエのアルクトゥースの光の評議会が伝えていることのさらに、えー あなた方のって言ってて言ますねあなた方はもう十分に地球の天性を、えー、繰り返し繰り返し、えー、体験しながら目覚めるというターニングポイントをいく度も迎えたことはご存知でしょうか、えー、だからこそ今回は、えー、失敗も成功もなく、えーまあ、自動的にあなたという存在は、えー、この完全なる目覚めに向かっている ということに気づいてくださいだからこそ、えー、あなたはもう十分に、えー、この地球で、えー、あなたを磨き続け目覚めさせ続けだからこそ、えー、何の失敗もなくスムーズに目覚めのプロセスを、えー、実際に今回は受け取っていいのですどうかその目覚めのプロセスを許可するということを をし続けてみてみください目覚めのプロセスにおいて何を許可するかというとあなたに起こる全てが目覚めのためにあるという現実であるだからこそそこからどうかあなたはもう逃げることもなくただそれ,をそれとの向き合いを通してその向こうにその向こうというのはさらなる目覚めの体験をたくさん待っているということがあなたに起きていることなのです。 だからこそ、えー、目覚めることを許可したあなたを絶対信頼してください。何が起こったとしても、何が起きていたとしても、必ずあなたは次の段階への目覚めに行くために、その、まあえー、経験というものを、体験というものを、そしてまたそれはその中には、えー、最高の、えー、出来事もあればえ、衝撃的な出来事もまだ続くようです。下をを超ええるままでとといいうことを伝えてますはい ちょっと止まってもらったんですけどどうでしょうかそうやって、えー、これから先この新月5月20日の新月を機に、えー、私たちがですね本当に向かっていく方向が魂がちゃんと、えー、導いているということを言ってきていると思うんですけれどもあなたの魂の導きを純粋に聞くためにやはり、えー、自分に意識を向ける時間空間ゆとりのある えー、時間ですねそのそあたりがすごく鍵となってくるなって今聞いてて思いましたがぜひそのタイミングこの今のタイミングで、えー、もっと自分に余裕を持った時間ですね、えー、一人になる時間自分に向けて、えー、問いかける時間を持つといいみたいですねはいさらにですね、えー、最後のポーツみたいですがえいよいよそういうわけで、えー、あなた自身の 無限のパラレルワールドというステージを選んでいるあなた方がいるのですその無限のパラレルワールドというのはあなたが一瞬一瞬選択することによって無条件に与えられたその 無限の可能性の中の何をあなたが選択するかというあなたの決断力というものが非常にこれから鍵になってくるのです。だからこそ、えー、無限にあるからこそ一個何かを決断した時にそのパラレルワールドにいた時にあなたが、えー 本来の自分ではなく魂が選んだと感じていないものがあれば魂がリセットしてくれそしてまた新たなこの無限の中の一つのシナリオをの扉を開きパラレルワールドへと突入していきますだからこそパラレルホッピングパラレルジャンピングというような一瞬にしてパラレルワールドが変わっていくような出来事もあなたはもうそれを 準備備えてていいいるととうことに気づいてくださいだからこそ決断することに対して恐れることなくどん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 とあなたらしくあなたがこれなんだと思って、えー、実際にその、えー、パラレルワールドの中で、えー、活動 ををしてていいくくことに、えー、意識を向けてください何よりもあなたが今この新月とともに、えー、魂が導いている方向に次から次へと、えー、この可能性に対して、えー、さらにオープンになって向かっていくことを選んでみてくださいあなたという存在は偉大であり私たちは常にあなたと交流することを楽しみそしてまたこの縁というものはあなたが、えー、断捨離しない限りいなくなりませんよ。 本当に面白いことを言ってくれます。はい、はい、あえっとそうですね9次元のアルクトゥールスの、まあえっと、チャネリングをしながらですね本当に今回思ったのはや,やはりこの新月っていうのは本当にまっさらな自分というものがありそのまっさらな自分がさらに一歩二歩三歩とねなんかこう 自分を深めて目覚めて進化していくっていうことが約束されているようなことがたくさん起こりそうなので本当に自分のために時間を作りそしてまた自分がイエスだと思うことに対して結構恐れることなくその本当にじゃあバンジーすることもいいみたいなので是非やってみてくださいね。というわけで今日お知らせがあります。はいこちらもうそろそろろ えー、5月の新刊です、ね「50歳から輝く女性の生き方」という、えー、これ新刊ですが今アマゾンや楽天ブックで、えー、予約注文ができますで予約注文した方にはですね、えー、プレセミナーというねこの輝く女性セミナーをプレゼントしていますでこれ,これはです本の中にですね折り込みが入っていてはがき台のサイズでそこにはですね輝く生き方のね、えー、ビジョン メイキングの、えー、プチセミナーもプレゼントしますのでぜひ予約注文できる方は予約注文してくださいでもしもうすでに販売されてたらですねその販売し,したのを買ったというね、えー、実際に、えー、本とレシートですね一緒に写、えー、メして、えー、お申し込みフォームは概要欄にありますのでぜひ、えー、この輝く女性の プロジェクト舞台にも参加していただけたらめっちゃ嬉しいですありがとうございますで、うん、あのこれ引き続き「光の柱」プロジェクトを次から次へとですねあちこちに行くことが決まっていますがまずですね、えっと、8月5日の土曜日ですが都内でコラボセミナーで「私の光の柱プロジェクト×輝く女性」の「輝く女性」の プロジェクトかけるコラボする相手は楽しみにしておいてください。8月5日ぜひ午後から開けてておいいいくださいはい、こんなふうにですね次から次にやはり進化するから、えー、具現化していくと思いますので皆さんもぜひ私と一緒にこのハッピースピリアルな波に乗って宇宙連合の応援をたくさん受け取っていただきたいなと思います。 今日も穴口恵子のハッピースピリアルライフにお越しいただきありがとうございましたそして登録もしまだしてらっしゃらない方ベルマークをポチッと押して登録いただいたらですね YouTube ライブ配信もですねこの輝く女性シリーズでですねいろんな本当に50代以上で輝いてるあるいは50代手前で輝いてる方のお話を皆さんに聞いていただきたいと思いますありがとうございました